他のグループにやらせないんですよ。そういうのはい、あれ今 CD が流れてたんですけど、皆さんおはようございます。おはようございます。はじめに御所地域の環境を守る会の鈴木章志郎さんよりご挨拶をお願いいたします。会場の皆様、おはようございます。ちょっと心配されたお天気ですけれども、青空に照らされて、この第22回大高祭りができました。これもたくさんの皆様方のご協力の賜物です。本当にありがとうございました。皆さんで今日考えて行く一日としたいと思います。そういうことで今日一日よろしくお願いしたいと思います。で、取り組んでおられる皆さんのご努力に心から敬意を表したいと思います。東京都内でも自然を守れということで、こんなたくさんの団体の方が集まって集会を開く、集まりを開くというのは他にあまり聞くことがありません。そういう意味では民部を学ぶ会の演舞三日村を行います。鶏を、はい、演じておりますので、兜が鳥兜といいまして、鶏が
品がいっぱい出てくるんですね。特に高尾山にもないようなそういう素晴らしいものが続々出てくる。だから高尾山にあってもごくわずかしかないようなそういう植物もここでは群落を成してるんですね。そういう意味で失礼します。大高祭りは今年で22回目になりますが、そもそも大高祭りって何なんでしょう。今から22年前の平成4年に、住宅都市整備公団がリサーチパーク計画の説明会を地元で開催しました。それは天狗峰お分かりですよね。エースガーデンのすぐ裏の山です。2011年3月11日に起きた東日本大震災、福島原発事故、さらに地球温暖化、気候変動による大災害があちこちで起こり、日本列島が悲鳴を上げています。山も木も鳥も獣も、そして人間も皆地球に存在する生き物、地球も大切な生き物です。